こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、時間が経つとどんどん記憶が曖昧になってきてしまって、問題解こうと思っても忘れてしまいますと。まあ、いうようなね、ご相談をいただきましたので、今回あなたと共有させていただければと思います。ですね、人の頭の中っていうのは、大きく分けて2つの箱があると考えてください。1つ目が短期記憶の箱。もう1つが長期記憶の箱。まあ、この、ね、図でも分かりやすいように書いてあるんですけども、短期記憶の箱っていうのはちっちゃいんですよ。一方、長期記憶っていうのは大きな箱なんですね。つまり、どんどんね、こう、記憶したいものをこう入れていったとすると、短期記憶の方が箱がちっちゃいので、どんどん溢れていく。まあ、忘れていくっていうことですね。忘れていっちゃうんです。一方、長期記憶っていうのは、箱はすごく大きいんで、一度入っちゃうと、そこにずっと留めておくことができるんですね。まあ、記憶が定着するという、ふうな方がこっちです。長期記憶の方です。忘れちゃう方はこっち、なんですね。で、誰しも初めはですね、何か覚えようと思った時に、こっちの箱に入れるんですよ。短期記憶の箱に。で、その後いろんな方法を使って、長期記憶の箱に移し替えていくと。まあ、いうふうな形になるんですね。なんで、どうやって短期記憶から長期記憶にこう移していくのかっていうところがすごく重要になってくるんですよ。で、今回お伝えするのは4つです。まず1つ目。まあ、復習。これね、すごく重要なんだけども、これを怠ってる方が非常に多いんですね。1回や2回で、卓球の勉強ね、頭に入れるって難しいんですよ。1回、2回で頭に入れるのは難しい。だから何回も復習するってことは重要になってくるんですね。で、復習すればするほど分かってくるようになってくるんです。だから、復習は絶対しなきゃいけない。一回や二回で分かんなかっても、まあ、それはもう仕方がないと思ってね、何度か復習をする。もうこれをね、まず心構えとして、頭に入れといてください。で、続いて、対比。まあ、二つのものを比較していくっていう話ですね。例えば、営業保証金と保証協会。似たような部分ってあるじゃないですか。それを、ちゃんと意識しながら対比していく。別途で覚えるんじゃなくて、別々に覚えるんじゃなくて、あ、営業保証金の場合はこうなんだ。あ、保証協会の場合はこうなんだ。っていう風に、ちゃんと意識していく。借地権とか借家権もそうですね。まあ、普通借地権と定期借地権の比較とかでもいいんですけども、いろんな部分に似たようなもんで出てくるじゃないですか。そういったものについては、ちゃんと意識するんですよ。こっちはこう、こっちはこうっていう風に意識しながら、ちゃんと対比させていく。これすごく重要なんで、これぜひですね、行っていきましょう。これぐらいであれば、普通のね、市販のテキストであっても表になってたりするんですよ。だから、ちゃんと問題解きますよね。解いて、あ、なんかこれ似たようなものがあったな、なんか、あ、あの表あったなって思ったら、ちゃんと一回振り返ってテキストを見る。で、あ、そうだそうだと。あ、借地権の場合はこうか、借家権の場合はこうなのか、っていう風に、ちゃんとね、自分で覚えようと思って、こうだ、こうだってちゃんとね、頭の中でこう意識しながら勉強するってすごく重要なんですよ。さらっと、あ、借家権の場合こうなんだ、って思って問題を進めるのと、意識をして借地権はこう、借家権はこう、よし、覚えるぞってやったのでは全然効果が違うんですね。ちゃんと意識した方のが、長期記憶の方に移しやすくなるので、まあもちろんね、復習もしますよ。ただ、ちゃんと意識する、意識しながら対比するってこともすごく重要なんで、ぜひ行ってみてください。で、続いて3つ目。論理立てるってことですね。ちゃんと理論付けて覚えていくと、こうだからこうなんだっていう風に覚えると、これすごくね、頭に、ね、残るんですよ。実際私、例えば、夕日って赤いじゃないですか。まあ、オレンジ色っていうのかな。同じ太陽なのに、昼間の上って、なんだろう、白っていうのかな。白なんですよね。で、どんどん赤くなってくるじゃないですか、夕日って。これなんでかって、今でも覚えてるんです。実はこれね、高校生か中学校の時に習ったものなんですけども、今でも覚えてるんですよ。もう何年だ ?20 年ぐらい前か。15年とかそんな前なんですけども、ずっと覚えてるんです。もうこっちの箱に入っちゃってるんです。それなぜかっていうと、論理立てて頭に入っているからなんですね。全然あれからもう高校卒業して、一応大学でも勉強はしてますけども、科学のね。ただその、夕日の話なんかはもう全然高校中学以来勉強していないです。いなくても今でも頭に入っているっていうのはこの論理立てて頭に入っているからなんですね。で、卓研の中でも論理立てて頭に入れていける部分っていうのはたくさんあるんですよ。例えば国土利用計画法の届け出の部分ですね。どういった場合届け出が必要でどういった場合届け出不要なのかっていう話です。例えば、
相続で1万平米の土地を取得しましたと言った場合、じゃあこれ国土利用計画法の届け出が不要なのか必要なのか、これちゃんと理解をしていれば、あ、これ不要だってわかるんですね。それはなぜかっていうと、国土利用計画法ってそもそも地価が高騰する恐れがあるものに関して届け出してくださいねっていうルールなんですよ。つまり地価が跳ね上がる恐れがないものについては届け出別にしなくてもいいっていう話なんですよね。で、今言ったじゃあ相続の話に振り返ってみると、相続って単に名義が親だったり、まあ、配偶者の方から自分に名義が変わるだけなんですよ。そこにお金のやり取りが全くないわけですね。所有者が変わるだけなので、別にそれで地価が上がるってことってまずないわけですよ。もしそれで地価が上がっていくのであれば、相続するたびにその土地の地価がどんどん上がっていくっていうね、おかしな現象になっちゃいますんで、それはないですよね。単に名義が変わるだけで、別に地価が上がるとも下がるともないと。単に名義が変わるだけ。だから、国土利用計画法の届け出は不要なんだっていうふうに答えを導けるわけですよ。まあその他で言うと、時効取得とかもそうですよね。他人のものの、他人の土地があって、それを私がね、ずっと自分のもんだと思って、ずっと占有していたと。で、結果、その人の土地を時効取得しましたと。時効によって取得した。まあこれ1万平米の土地だったと仮定してね。じゃあこれ届け出必要なのかっていうと、これも届け出不要なんですね。これも単に名義が変わるだけで、お金のやり取り全くしていない。つまり地価が高騰する恐れはない。だから届け出が不要だっていうふうに論理立てると、まあ、いうわけなんです。で、この考えがあると、今言った相続とか時効とか、まあそれ以外の問題が出たとしても、その考えに従って答えを導ける場合も多々あるんですね。だから全く見たような、見たことがないような問題であったとしても、解ける可能性も出てくるわけですよ。だからこの論理立てっていうのはすごく重要なんですね。ただこうやって論理立てて、解説している解説っていうのがあんまないんで、まあ、そこはすいません。自分で調べるっていう流れになりますけども、これも一つの方法として、あ、こういうものがあるんだっていうふうに頭に入れとくっていうのはすごく重要です。で、四つ目、具体例でちゃんとイメージしていくってことですね。単に文字だけで勉強するってなってくると、理解できないんですよ。例えば、非担保債権が消滅したら、抵当権も消滅しますよって言われた時に、何言ってんの非担保債、何非担保債権、何抵当権みたいな感じになるわけですよ。で、わかんない人は、とりあえず、まあ、非担保債権消滅したら、抵当権消滅するのか、まあ、それが不従性っていう、なんか性質なのか、みたいな感じで覚えちゃうんですけども、まあ、具体例が頭に入っていれば、その当然の話なんですよ。これも例えば具体例出してお伝えすると、私があなたに1000万円貸しましたと。まあ、仮定しましょう。で、私はあなたから1000万円を返してもらう権利があるわけですね。で、1000万円ちゃんと返してくれるのであれば問題ないけれども、返してもらえなかったら私は困るわけですよ。だから、もしあなたが土地を持っているのであれば、その土地に私は抵当権設定してもらいます。これは何のためにそうしてもらうかっていうと、お金が返ってこなかったら、その土地をね、売って、その売ったお金でお金返してくださいって言えるようにするためなんですね。裏を返せば、1000万円返してもらえれば、この抵当権ってもう不要ですよね。で、非担保債権の担保っていうのは、まあ、保証をっていう意味なんですよ。保証されている債権が非担保債権なんですね。今、抵当権で保証してもらっている、保証されている債権っていうのは、今、私が持っている貸金債権なんですよ。お金を返してって請求できるこの権利。これが保証されているんですね。つまり、これが非担保債権なんです。なので、お金を貸しました。抵当権を設定してもらいました。って言った時の、お金を返してくださいっていう、こう、請求できる権利。貸金債権ですね。まあ、これが非担保債権なんだ。まあ、これぐらいもう覚えておいた方がいいと思います。で、お金を返してもらえれば、この請求するための権利なくなりますよね。お金返してもらったから、その後また1000万返せってなったら、これおかしな話なんで、1000万円返してっていうのは、もう、返してもらえない時に言える話で、返してもらったら、この請求権はなくなるわけですよ。そしたらもう抵当権もいらないですよね。なぜなら、この債権を保証するために設定したのが抵当権だからですよ。だから貸したお金を返してもらえれば、もう自動的に抵当権は消滅するんだっていう。もうこれ当然の話なんですけど。これが今言った非担保債権が消滅したら抵当権が消滅するよ。これを不従性って言うんだよ。っていうふうに、まあ文字にしたらそうなるんですけども。こういったものもちゃんと具体例でイメージができれば、どんどん頭に入ってくるんですよ。はじめに言った文字だけで覚えるとこっちなんですよ。1日2日ぐらいまでは覚えているかもしれないけども、1ヶ月経っちゃったら忘れてると。
でも具体例でイメージとして覚えちゃうと意外とずっと覚えてるんですよ、こんなの。まあもちろん復習はしなきゃいけないですよ。復習しなきゃいけないけども、なんとか復習したらちゃんとこっちに入ってきますから。文字だけだったらどんだけ復習してもずっとこっちにいるばかりなんですよ。だからできるだけこういった内容っていうものは色組み合わせて、で頭に入れていく。まあこれがね、いわゆる私が言っている理解学習なんですね。理解学習でも復習は絶対必要なので。ぜひですね、こういったものを使いながら、毎日の学習進めていきましょう。もう無駄な勉強してたらね、ずっとこんな丸暗記学習なんかしてたら、ずっとこっちで、覚えて忘れて、覚えて忘れて、繰り返しになっちゃいますんでね。もうそうなってくると、もう3年、4年、5年やっても、勉強し続けても、もう受からない。試験問題見ても何言ってんのかわかんない。過去問だけは解けるけれども、法試験解けないってなっちゃいますね。まあそうならないためにも、ぜひですね、こういった事柄を使いながら、勉強を進めていきましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。